3、2、1、0。こんにちは。世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長まっちゃんです。今日も世界中の料理に昆布だしを使ってもらうように頑張ってます。応援してください。プロ野球始まりましたね。今年も阪神タイガースを応援します。ただ昨日の試合、岩田がノックアウト、打線は打てない、すごくショックでした。ただ昨日4月1日、これはエイプリルフールデーなんだと信じることにしましたが、1日過ぎて結果が変わるわけもなく、ちょっと元気がない今朝ですが、こんなことでは負けてられません。今日も頑張っていきます。今日は塩昆布ときゅうりの浅漬けをおすすめします。塩昆布ときゅうりを軽く揉むだけ、とっても簡単。マヨネーズを足してもなかなかの仕上がりです。お酒のつまみにもお弁当にもおすすめです。塩昆布ときゅうりの浅漬け、あなたも試してみませんか？マコンブの独り言、僕の名前はコブリンになりました。よろしくお願いします。